武智半平太、覚悟！龍馬。だが、綺麗龍馬。俺を切って坂本龍馬という名を取り戻すんだ。あんた、言ったじゃないか。坂本龍馬は、大宮で死んだと。だがあれは、どっちが正しいかなんて、俺はどうでもいい。それより、俺にとっては、おやっさんや兄弟が大切なんだ。兄弟の言う通りさ、俺はどこまで行っても自分の手が届く世界しか守れねえ。その程度の器の男だ。その言葉を聞いてよく分かった。むしろ俺の方が時代を変えられるような器じゃないってことかな。俺は力でこの国を変えようとした。だが序列や階級を打ち破ろうとしていた俺が、いつの間にか序列と階級を利用し始めていた。そうなったら最後、もっと大きな権力に使われる立場になってしまった。今となっちゃおやっさんの気持ちが痛いほどわかる。おやっさんの気持ち。ああ、時代を変えるには非常さよりももっと大事なもんがあったってことだ。大事なもん。愛さ、どんな苦しみがあろうと、愛を最後まで捨てなかった人間だけが世界を変える。一年前、土佐を抜けるとき、お前は無条件に俺を守るという道を選んだ。非情な道を選んだはずの俺の心は揺れた。お前の愛の前では知恵や策略は通用しない。そう悟った。あの時すでに俺は負けていたんだ。そのことに気づくのが遅すぎたかな。あんたにだって愛はあるさ。カツラに、もしもの時は俺のことを頼むって言ってくれてたんだろう。ずっとあんたは俺を守ってくれていた。ガキの頃からずっと。それがあんたの愛なんじゃないのか、兄弟。龍馬、兄弟も俺も一度死んだ。武智半平太は土佐で、坂本龍馬は大宮で死んだんだ。一度死んだ人間同士、もうこれ以上血を流す必要はねえ。憎しみ合う必要もないんだ。だから俺は、あんたを許す。あんたは俺の兄弟なんだ、武智半平太。
夜が明けるな。ああ兄弟、さあ行くとするか。てめえのケツぐらいてめえで拭かなきゃ死んだおやっさんに顔向けできねえからな。何をする気だ。父さんをぶっ壊すんだよ、この巨大な武器とかした土佐を山内陽の手に渡す前にな。どういうことなんだ。俺はお前が新選組に入った頃から陽に使われるようになっていた。あの男は俺や幕府の勝林太郎を使い、イギリスから武器や兵器弾薬を仕入れさせていたんだ。全てはある計画のためにな。この国に大戦争を起こすためか。いや違うんだ。山内陽道はこの国を、うわっ、兄弟、これだから合子上がりは信用できんのだ。よっと竹千代、お前が裏切ることなど花から想定内のことだ。お前の考えを見破れんようではこの国の全員を騙すことなどできないからな。騙すだと。お前があの坂本龍馬か。いや、なかなかいい活躍だったぞ。大政奉還、あれは想定外のことだったが結果的には非常に助かった。この国を傷物にしないで済んだのだからな。何を言ってる。あいつこの国を丸ごと売るつもりなんだ。イギリスに。何だと。言葉が汚いぞ竹地。教えただろう、売るのではない、イギリスの一部になるだけだ。国としての体は守ったままでな。同じことだ。あんたが狙ってるのは国王、帝になって変わる、そういうことだろう。今後この国ではわし以外の万民は平等にクズとなる。つまりお前らの言う階級社会を壊してやろうというのだ。貴様ふざけるな。近くイギリス艦隊をこの土佐に招き入れる手はずだ。成立したての今日の新政権になすすべはない。日本はイギリスの植民地となろう。イギリス人というのは実に合理的でな。自分たちの利権を最大限引き出せる日本人を密かに探していた。強い権力を持ちながら国を売ることをも厭わない人間を。それがこのわしだ。どうした、お前もわしにひざまずくか。今土下座して来えば命は助けてやろう。増兵の一人ぐらいにはしてやるぞ。いやか、ならばこのわし自ら死を与えてやろう。おい、何してるんだ龍馬、やめろ。龍馬
け者が、往生際が悪いぞ。愛のため戦った男たちの生き様だ。誰だ貴様。往生せいや、ここが我の死に場所や。安心しろ、一人で行けとは言わない。私たちも地獄までお供しよう。助けてくれ。君には、この土佐、いや、四国全土を与えよう。だから、見逃してくれ。龍馬。わしの話はよく聞くんだ。坂本龍馬。誰だ、それは。そんな名前の男、知らねえな。え？やめろ。わしを殺せばこの国はどうなる。鎖国で弱り切った世間知らずの日本を救えるのはわしだけだ。誰がてめえにこの国のケツ拭いてくれって頼んだ。え？この国の道を決めんのはお前でも俺でもねえ。ここにいる誰でもな。話にならない。何悠長なことを言っているんだ。今目の前にイギリスの艦隊が迫っているんだぞ。奴らとまともに戦って勝てるとでも思っているのか。さあな。そんなことは知ったこっちゃねえ。バカか。わしはお前ら豪士のようなその日暮らしの連中とは違うのだ。この国が生き残る道を誰よりも考えている。お前らはわしに従えばいいのだ。そうだろう。言いたいことはそれだけか。ああ。イギリスの艦隊がどうした。そんなんで日本は滅びる国じゃねえ。お前は分かっちゃいない。負けるのは目に見えているんだぞ。いや、たとえ今負けたとしても日本は何度でも立ち上がるさ。まだ見ぬ兄弟たちによってな。なんだと。俺らは兄弟たちに伝えなきゃならねえんだ。この国に生きる者にとって本当に必要なもん、この国にはまだ多くの血が流れるだろう。しかし土佐を出て京で生き、初めて分かった。近藤や桂に最後、それに竹地の兄弟、みな流れた血の先に何があるのかを知っている。何を言っている。人間ってのは間違う。間違ってばかりだ。でもな、それでも俺らは進まなきゃならねえんだよ。この国の夜明けを信じてな。
進むことをやめちまったら託すべき未来もなくなっちまう。俺らの仕事は生きていける世の中を作ることじゃねえ、生きていてよかったと思える国を作ることなんじゃねえのか。よせ。この国の未来は今はまだ顔も見たこともねえ、声を聞いたこともねえ兄弟たちがきっと作ってくれる。一緒にあの世で。日本の兄弟たちよ、また会いたじゃ。